福島区。福島区は大阪市を構成する二十四行政区のうちの一つ。銅島より北にあたる、この地は、江戸時代は、近郊農村だったが、明治以降繊維産業などの大工場が建設され、周囲は中小企業の工場地帯となった。松下電気産業が福島区で創業したほか、現在でも印刷、製本工場や、 自動車部品などの卸業者が多く立地している。戦前には、阪大病院や大阪市中央、卸売市場本場なども建設された。戦後は、西日本のビジネスの中心地である梅田に近いことから、福島駅を中心にオフィスビルが建ち、工場移転後の跡地は、住宅地や商業地になった。1990年代以降、区内各所に大規模団地や超高層マンションが、 建設され、半大病院の跡地には、再開発によって蛍町が建設された。ここには朝日放送本社が、福島駅北側より移転してきた。現在、福島区の大部分は住居地域となっており、JR の大駅周辺は、空襲から免れた古い長屋や町屋が多く残っている。福島駅周辺にオフィスビルや商業地が集積し、阪神の大駅周辺にも、 商業地が集積している。区の西部にあたる地域には、機械、金属製品工場が存在するが、近年急速に、住宅地化が進んでいる。面積は、大阪市、および、全国の行政区の中で、何和区、東成区に次いで3番目に狭い。淀川、現在の旧淀川の河口に位置する福島区一帯は、河川土砂の堆積した三角州であった。 縦横に分離した川に囲まれた足が生い茂った島々は南波八重島と呼ばれ現在でも福島、道島、宮古島南波島などという地名にその名残を留めている。また、古くより福島の地は瀬戸内海へ向かう船の出発地として使われてきた。福島天満宮の社殿によれば平安時代の901年に 菅原道真が九州太宰府へ拝転させられた際、当地の里人徳次郎が旅情を慰めたことを委託、喜び、この辺りをが島と呼ばれていたのを福島と名付けたという。1185年、源頼朝から平家追悼の命を受けた、源義経が摂津国の港、渡辺津に兵を集めた。平家物語によれば、 源の義経と戦奉行の梶原景時がこの地の大きな松の下で軍議の表情を行い、対立したという。これを逆路論争という。現在、その場所である福島二丁目には逆路の松市碑が建てられている。鎌倉時代には大阪湾沿岸の島や巣であった福島区の土地も自社や秋族が荘園として所領に組み込んでいった。現在の詐欺スから、 北区大淀付近は、詐欺島相という四天王寺の所領であったと、北区大淀の小落寺の大半屋京の裏書きに、記されている。また、現在の福島付近は、北条氏ゆかりの清志混合院の院領であったと、喜び門院御両目録に記されている。室町時代の1364年には、足利義明が、住吉茂出の途中、野田に立ち寄り、 玉川の富士を見て、いにしえのゆかりを今も紫の不死をかかる野田の玉川と呼んだ。その後、玉川の富士は、吉野の桜、野田の富士と並び称せられた。室町時代になると、大覚寺、尼崎市や宗善寺、広高寺、大徳寺の荘園も築かれた。1532年には、本願寺光郷、少女商人が、福島砦を視察したときに、 大海観音寺上主、六角貞頼に包囲されたため、野田、福島の門徒が救援に駆けつけ危機を脱したが、この時に、貞頼軍との戦いで戦死した、門徒十一人を、野田二十一人衆という、現在も二十一人ち辞儀の石踏みが玉川四丁目に建てられている。1531年細川人と三吉が構想していた時に、 細川氏と同盟を組んでいた、浦上村宗が、野田城を築城した、中島の戦い。1570年、機内での勢力回復を図る三好氏は、野田城を増築させて牢城し、それに高押し、石山本願寺が、織田家打島の武装決起、野田城、福島城の戦いしたが、1576年、織田信長の猛攻により落城した。このか福島城、エビ城、 裏江城が存在したという記録もあるが、場所等は明らかでない。安土桃山時代の1594年、豊臣秀吉は野田富士を訪ね茶会を開いた。この時、ソロリ新左衛門に書かせた富士庵の額を富士市に送ったと言われる。現在も下福島公園に富士庵の庭が復元され残っている。江戸時代には、 西成郡の大川と中津川に囲まれた地域を南中島と言い,い、現在の北区と福島区の大部分はこの地域に属していた。行政区として上福島村、下福島村、野田村、浦江村、海老江村が置かれ、1620年以降幕末まで江戸幕府の直轄地となった。現那期以降、大阪市中の河川改作や地域整備が行われ、道島川、 土佐堀川、江戸堀川沿いには各藩の倉屋敷が次々に置かれた。現在の福島一丁目二丁目には松山藩、福山藩、人吉藩、臼杵藩、長藩、広島藩、名古屋藩、秋田藩、久留米藩、延岡藩、中津藩、富山藩、三部藩などの倉屋敷が置かれていた。大阪の港は東海線、村海線、 北国海戦の起点となり大いに反映した。これら大型商船は、大阪市中の堀川、河川には乗り入れることができなかったため、川口付近に停泊させ、上、二船、茶船といった川船に荷物を積み替えて輸送していた。福島区もこれらの川船業で栄えていた。明治時代の1882年、 江戸時代に行われた堀江新地開発による大大地であった安井旧米受け所に安井村が成立した。1889年には摂津油が野田村で創業し、1894年には大日本宝石、1895年には住友振興所、1897年には大日本製薬、1901年には大日本アルミニウム製造所、 1909年には、島田ガラス製作所が創業を開始した。1919年には、現在の玉川一丁目に、大阪工業試験所が開設され、工業化が急速に進んだ。1918年には、大開き二丁目で、パナソニック旧松下電気器具製作所が創立。当時、松下幸之助は23歳。つまむ。 目のとごの三洋電機創業者である義定、井上年男の三人での創業開始であったが、一般家庭への電化製品の普及とともに、急速に業々を拡大し、1922年には、道庁内に100坪余りの新工場、第一次本店、工場を竣工。その後1925年に、大開き三丁目にランプ工場を建設。1929年にも、第二次本店。 工場を竣工した。同跡地は後に大開き公園として整備され、松下幸之助創業の記念碑が2004年に建立された。第二次世界大戦のアメリカ軍による空襲で、福島区内の工場等も大きな被害を受け、昭和40年代以降の公害問題や経済成長による工場用地拡張需要もあり、区内の大規模工場は次々と移転していった。 近年、福島区は大阪都心部に隣接した住居地域として大規模団地、超高層マンションが次々と建設されている。そのため、高度成長期以来減少してきた人口が近年急速に増えている。しかし、2008年に入り、住宅需要の低迷により、区内で計画されていたマンション建設計画も着工延期されているものもある。 1943年、昭和18年4月1日に、大阪市を13区から22区にする分属区が、行われた時に、西淀川区の海老へ、詐欺須とこの花区の福島、野田地区に、北区の一部、道島浜が加わり、福島区が誕生した。1975年、昭和50年9月1日には、新住居表示となり、現在の七兆表記となった。 人口総数、男性人口、女性人口は、国勢調査による。経済センサス2014年、平成26年7月1日現在による。福島区役所商業統計による。福島区役所工業統計による。駅名は、各社で異なるが、JR 西日本、JR 東西線海老駅、阪神電気鉄道、本線の台駅、大阪市高速電気軌道。 千日米線の田阪神駅が近接し、三社の相互、乗り換え指定駅である。また、JR 西日本、大阪環状線の大駅と大阪市高速電気軌道、千日米線玉川駅が近接しており、互いに相互乗り換え指定駅である。相互乗り換え指定駅ではないものの、JR 西日本、大阪環状線福島駅、 JR 西日本、JR 東西線新福島駅、阪神電気鉄道、本線福島駅が近接している。福島区福島3丁目の阪神ダイヤビル及び北区道島3丁目の NTT テレパーク道島には、日本のインターネット網の基幹施設である、インターネットエクスチェンジが置かれているほか、各社のデータセンターも置かれ、西日本の情報通信インフラの中心地である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。